今僕沖縄の浦添市、那覇の隣の浦添市っていうところの手だこ浦西駅っていうところにいるんですけど、まあ行くべきところというかね、特徴というかそれがあるんですよ。それはね、那覇の果て那覇市の一番端っこがね、ここから歩いて行けるところにあるんですよ。那覇の果て気になりますよね。ちょっと行ってみます。でね、今から行くところはね、まあ一応那覇市の、まあ、果て端っこになるんですけどね、多分ね、地元の人から言わせたらね、いやそこは那覇の果てじゃなくて首里の果てだって言いたくなるような場所だと思います。多分ね、その那覇っていう、那覇市っていうのはね、首里とあとまあ那覇とね、あとなんか4つか5つぐらいの町がね、組み合わさってというか合併してできた町なんですよね。多分だってそういう町ってね、あ、那覇市になった後もね、特に首里なんかね、昔琉球王国の首都だったでしょ。だからね、那覇市になった後も自分たちは那覇じゃなくて首里の人間なんだみたいに多分思ってる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。だから多分今日行くところはね、地元からしてそこ首里の果てだって言いそうですけど、まあまあまあそれでもね、あの首里ってだから琉球王国の首都だったわけですから、首都っていうのかな、一番ね中心だったわけですからね、うん、それの果てですからね。で、あの片屋だから、片屋首里、片屋浦添っていうね、味わい深い場所なのでね、ちょっと皆さんその場所にお連れします。はい、ってことで着きました。ここです、この交差点。なんか見えます？これね、ここね、ここよりもこっち側は那覇、こっちよりも向こうは浦添です。もう一回言いますよ、もう一回ね。この道でしょ、この道のこっち側は那覇で、向こうは浦添です。ね、味わい深いでしょ。なんで皆さんそんな顔してるんですかね。皆さん味わい深いでしょ、分かってくださいよ。ここね、なんか車がいっぱい来るんですよね。今ちょうどいないんですけど、であそこで洗濯物干してしまえるし、恥ずかしいし、もうあのコンディションとしては最悪なんですけどね、まあ、ここがね那覇の果てです。今地図で見せます。はい、見てくださいね、すごいでしょ、本当に果てでしょね。もうこれも調べてきたんですから、これ那覇に来る前にね、那覇の果てってどこだろうって言って、今度は本当にいつもね、何々の果てとか言ってるんですけどね、全然果てというかただの境目のとこしか行ってないんですよ。一番隅っこの境目が果てでしょ。でもいつも僕単に境目ってとこだけしか来てないじゃないですか。だから今回はね、本当に果てに行ってやろうと思ってね、で見つけたのがこの交差点です。まあ普通の交差点なんですけど、あそこにね地名書いてあるでしょ、前田四丁目って書いてあるんです。見えるかどうかわからないですけど、あの前田っていうのは浦添の地名なんですよ。浦添前田っていうね、モノレールの駅があるぐらい、まあ、前田ってね有名なのかわからないですけど、まあそうなんですよ。で今ね、そこの交差点からこっちまで来たんですけどね、これ見て、ほら那覇市って書いてあるじゃん、ほとんど消えてるけど書いてあるでしょ。そう、ここは那覇市なんですね。でこっからこのこっち側ね、もう見え分かる、ここ今ここで見たんですよ。でこっちね、こっち側に行くと浦添市の前田って地名が結構あちこちに書いてあるんですよ。これね、前田って書いてあるでしょ、これ浦添なんです。浦添市って書いてくれたらいいのにな、もっと味わい深いのにな。まあ、だからまあ、ここの、あのね、ピンク色の建物は那覇で、で、こっちの白色の建物は浦添市です。はい。まあ、どうでもいいですかね。まあ、いつもね、僕、境目来た時はね、最近やってなかったんですけど、今まで行った町の、まあ、名物を飲んだり食べたりするっていうのをやっているのでね、ちょっと、これ、三品茶飲もうと思います。でもね、浦添市も那覇もどっちも沖縄なのでね、どっちも三品茶は有名なんですけど、まあ なんかよくわかんないけど、とりあえずね、境目でね、飲もうと思います。はい。ちょっとどこが境目、まあ、この辺境目だと思うんですけど、とりあえず飲みますね。やっぱり境目で飲む三品茶、境目で飲まない三品茶よりも、味は濃く感じます。本当ですよ。はい、ってことでね、浦どすこいかな、これ何出すんだろう、わかんないですけどね、まあ、とりあえず見てもらってありがとうございます。はい、ってことでどすこいでした。